じゃあなばあちゃん。魔法無効化か。見たことのない種類の魔法だったね。そもそもあれは魔法かな。闇もなかなか面白い子を取ったもんだね。やっと見つけた。人の話聞けよこの魔法マニア。まあまあ落ち着きなよマルクス。おお、あれはウィリアムのところの新しい子では。ちょっと行ってくるよ。待てこら。いやー面白かったね。ウィリアムのところの新人もなかなかやるな。いつまで遊んでんですか。ね、やあアスタ君。魔法帝お疲れ様です。白夜の魔眼の幹部たちと戦ったそうだね。どんな魔法を使ってたんだい。どんなって。精霊魔法、火の、サラマンダー、獣魔法だって。そんな魔法聞いたことないよ。なになに、魔法魔法、人の魔法をコピーするってすごいな。どれもこれも見たかったな。魔法帝。ああごめんごめん。わあそれ闇魔法だよね。すごいな、初めて見たよ。ちょっともっとよく見せてよ。嫌です、おさん誰。君、今の魔法はなんて言うんだい。世界中魔法です。世界中魔法、すごいね。君、ぜひ魔法騎士団に入りなよ。暴牛の団長といえどジャック団長にはかなわない。はふっはふっは。闇とジャックの本気の戦い、どんな強い魔法が見られるんだろう。楽しみだね。キャッ。闇魔法、闇まとい、クルマ絶対さ。あれくらい大したことないんだからね。闇団長はもっと。さすがジャック団長だ。闇もジャックもとってもいい魔法だよ。そう来なくっちゃ。それでは1回戦始め。対戦相手への攻撃はあり。ただ当たり前だけど相手を殺しちゃいけないよ。え、もしかして団長が参加しちゃダメだったんですか。そんなことはない。やった、リルの面白い魔法が見られる。絵画魔法、炎と水のデュータンペット。もらいましたよマグナ先輩。面白い。見かけによらず器用だね彼。新しい魔法を使わせてもらう。なんだこの地味で遠い魔法は。俺の鉄壁の魔法、石鹸マグナムキャノンボールには効かないぜ。おお、この魔法なら敵を傷つけることなく。彼はおそらく優しい心の持ち主なんだね。そして見かけない顔の君は一体何魔法だい。君、変わった魔法を使いそうだね。はいはい、いいから旦那。すまないすまない。いつもの魔法帝ね。いつもの魔法帝だわ。いつもの魔法帝ですわ。今はもう自由に姿を切り替えられるみたい。すごいね、変身魔法とも違うみたいだ。イニシエの魔法はやっぱり面白いな。ハート王国の女王様だね。どんな魔法を使うのかな。あなた今小さいんだから。もうマルクス君、ユリウス様って言ってるから。もう女王様には知られてますよ。え？